はい、ということで皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、ですね、私はですね今エアコンの入った涼しい部屋にいますということで、まあね、この後ろのね、これもお腹が冷えないようにちょっとこうやって毛布やってます。あの後ろのこの猫の秀吉くんも頑張って今日も盆踊り踊ってますってね。ということで私もちょっとやってみようかと思います。ということで本日はねこれです。皆さんご存知ないかもわからんです。浮田直家ね、浮田直家でね、副題が秀吉が恐れた希代の謀書、まあ、計りごとの章、つまり、まあ、表の合戦も結構やったんですけど、ちょっとこう調略とかね、あの裏切ったり寝返ったりコロッと変わるということなんですけど、まああのこの浮田直家というのは浮田秀家という秀吉に大変可愛がられた武将がいるんですけど、まあ、関ヶ原の合戦で西軍側についてね負けちゃって、でそこでまあ逃げ落ちて九州まで逃げていって、そして捕まって、伊豆大島に流された伊豆大島の流人第1号というで、80いくつまで生きて向こうでまた新しい嫁さんもらってね、嫁さんというかまああの世話をする女みたいな感じで浮田家に出入りしてて子供を産むということで、向こうでも子孫がいますね。で本州の方には加賀百万石の郷姫というのと結婚したんで、そっちの加賀の方からね、あの毎 2年に一遍かな、こうどんぶらこでこう物資を運んでもらったりお金を運んでもらったりしたそうですけど、それのね父親です、この直家というのは。直家父親です。はい、でなぜこれを読んでるかというと、私はですね、あのまあゆくゆく直家も非常に興味があってあの調べたかったんですけど、この弟の忠家というのがいるんですよ。あと忠家というのはあの中という字、真ん中の中心に心、国定忠の忠、忠と書いて家ね、忠義というね家と、この弟忠家というのがいるんですよ。ただ お母さんが違う異母兄弟の異母弟とで忠家というのがいるんですけど、その方を主人公にした作品を書いたんですよ。250枚か2、30枚ので、今それは応募してます。はい、で一回落ちて、純文学で落ちて、そしてエンターテインメントで落ちて、今3回目の応募、ちょっとまた違うところで応募してますけど、その時にですねやっぱりこの忠家を書いたこういう本は一冊もないんですよ。例えばこの人の弟ですからね、母親が違う弟、一冊もないので、でこれいろいろ資料としてですね、まあ、いろんな本を読んで、まあ、これも資料で読んだ本ですけど、これは上田先生が書いてみるね、この方はもう100冊以上本出されてみる、なんか一冊読むと歯医者デンタルドクターらしいですけど、これよう書かれますよね、この分厚いやつを。私はもう大変感服してます、すごいこれ詳しく書いてるんで、これ浮田4代ということで、はい、まあ、これでも忠家は出てます。でこっちにも忠家は出てますね。この人晩年ね、直家はね体調悪かった、すごく今まで裏切って殺しちゃったりとか、そういう人の往年がこう来たんかもわからんです。ちょっとねかなりな殺し方をしてるんで、あのはい、うん、一番まあいろんなところで、まあよく斎藤道三なんかもね、あの、まあ、ここの岐阜市のあの、まあ、英雄っていうか、まあ、巨雄というかね、巨雄っていうかあの非常にこう共有、ちょっと字が難しいではまあ言わないんですけど、要するにあのこう裏切ったりなんてね、うん、だって時家の方の二人に濃姫嫁がせて、で一人は、うん、病死か、一人は事故死かなんかかな、うん、でとにかく死んじゃって、三人目の旦那が信長なんですよね、濃姫の。
ではその辺のこともこの岐阜市のこの斎藤道三であれもかなりなもんですけど、やっぱり地元の人の場合は書きにくい、まあ、地元だから書きやすいんですけどね、すぐ本当に歩いてでも金華山登っていけるぐらいなんで、もちろん15分ぐらい歩いてですけど、ここから。で、15分歩いて金華山の麓まで行って、そこからまで登っていけるんで、まあ、そういうところに私住んでますんで、まあ、私だからそのすごい、浄財寺もね、もう こう通ってたから、ずっと学校に。あそこの前はどうだろう、1年365日というと行って帰って必ず2回通るんだから、もうどうだろう、1日2回通るんだから365日200日として、もう1000回以上通ってますよね。だから、でもまあいずれにしてもちょっと書きにくい、まだちょっと自分の私の手に余る部分あるんで、斎藤道三はちょっと人間がね、大きすぎる部分もあるし、近すぎる部分があるので、まあちょっと今の私の実力ではとってもじゃないけどね、まあゆくゆくとは思ってますけど、まあでもまあ分からんです、それは。はい、でこの方の弟ね、この人はね、宇喜多中興の祖です。昔宇喜多というのはすごく、この人のおじさんの時にバーンとすごく大きくなって、まあ家老の、またその家老みたいな感じなんですけど、でところがですね、おじいさんもかなりやり手だったんですけど、相当の。ただその裏切りにあっちゃって、親戚の人間にはめられちゃって、でまあその撃たれちゃったんです、殺されちゃったんですよ。その時にこの直家の父親と母親と直家が城から抜け出して、家来につられて城から抜け出して、まあ流浪の身になるんですけど、そこで安倍禅譲というね、かなりなその大きな商売やってる方のところに寄宿してですね、そこでそこの娘に手をつけたということで、この直家の実のお母さんが去っていってしまったと。ね、まあそれはそうでしょうね。あて旦那と自分と息子といったところに、その旦那がそこの家の娘に手つけちゃって、また子供を奪っちゃったんだから、いずれいられなくなって出てったんでしょう、きっと。でそれがですね、このその弟忠家という子なんですけど、でこの直江た忠家に対してはこう、なんていうかな、ずっとそこの安倍家に世話になって、でまたその親父が情けないんですよ、まあ、酒ばっか飲んで、また変なそこの次女とか次から次へと、またこの女が好きでどんどん手出してってね、で早死にしちゃったんですよ、つまらん生き方して、周りからも馬鹿にされたような感じで。この人はそんなふうに俺は終わらんぞと、俺は武士の子だということで、またね、地元の豪族に仕官をして仕えて、その豪族もまあ裏切っていくんですけど、おいおいには、まあ自分の娘を嫁がせて、その嫁がせた娘の婿を打ったりとか、そういう感じで、その娘が死んだという噂もあるし、尼になったという噂もあるんですけど、とてもたまらんですよね。そういうこともやっちゃったし、それからその自分のですね、嫁の、嫁、自分のところのが自分が嫁入れさせたところに、家の舅を殺しちゃったりとか、陰謀で。この遊びに行ってそこで殺しちゃったりとか、そういうことを随分やった人間なんで、あれなんですけど、とにかく裏切るんですよ、すぐに裏切る。情勢を見てて、毛利と織田と両方のすごい組織があるので、この中国地方なんでね、この人は今の岡山なんですけど、ほんでコロ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 裏切るんですよ、とにかく。まあ、裏切らなきゃ生きていけなかったっていう部分はありますよね。で結局母親がですね、その白暴行に出てったんですよね、家から出てって、ここに書いてありますけど、ここのところにね、宇喜多家の実際女で持つ宇喜多家と、こういうふうに、まあ、これ資料を読んだ時私から書いたんですけど、まあ要するにこの自分の直家のお母さんが、まあ、豪族のところへ行ったわけですよ、次女として。
そこでどうも、まあ、ここにはしっかり書いてないけど、私が想像するに、そのお母さんっていうのはやっぱりね、結構いい女だと思うんですよ。まあ今で言えば熟女みたいな。そこでまあそこの豪族っていうのも結構年配なんで、そこでまあちょっとこう仲良くなっちゃってこれ男女のね、私の想像ですよ、想像。ここはしかまだ書いてないですけど、でその豪族からじゃあお前の息子を引き上げてあげようかと、一時は浮田というね、すごいおじいさんの代にはすごい栄えた家があって、今じゃあもうダメになっちゃったけど、まあ、引っ張り上げてあげようかと言って、まあ、とにかくまあ一番安い、まあ、そう大したことないような身分でまあ引き上げてもらって、まあ、頑張ったからこの直家が、うん、で男城というね、子を持つ子供の男城という、昔その浮田家の発祥の地なんですよ。小島というとこかな、子供の子で島と書いて、そこがまあそこに男城があるんですけど、そこのところが浮田発祥の地でして、で結局浮田の何だかな、家紋って子って書いたでしょ、家紋じゃなくて、ここ登り旗のところに 子供の子って、まあ、皆さん戦国時代よく知ってるたりはゲームやってる人たちとかも思うと、子っていう子供の子って書いてあるんですよ。あれも結局小島から出てるという、そういうことだと私は思ってるんですけど、それでですね、私岡山に今2回行きましたけど、とにかくですね、岡山はいいとこですね。私は気に入ったな、あそこは本当にいいとこだった。あそこはもう何回でも行きたいようなとこです、うん、なんかこう肌が合うというか楽になるんですよね。あそこ行くと西の方行くと私すごく楽になる人間なんで、うん、東行くと、ね、緊張するんですよ。悪い人がいるということではないんですけど、その東へ行くと緊張が走る、西に行くとリラックスできるんで、うん、まあ、私のおそらくルーツが西の方にあるのかなと思ってもしますけど、まあね、うん、で、そんな感じでですね、この青い家、これはですね、あまり気持ちのいい話はないです。最後の青い家はいろんな豪病というか、妙な病気、体からなんか膿が出るような病気、まあ、今でいうと何だか梅毒なのか、なんかそういう病気なのかわからないけど、そういう病気発しましてですね、でこの弟の忠家 に自分の息子も任せて、で秀家も任せてね、まあ、死んじゃうんですけど、まあやっぱりそういう、道さんも最後死に際は良くなかったですね。まあ息子、まあそう、種が、自分の種が何かあるかっていうことは、まあ司馬太郎先生の「クルトル物語」の時にはもう妊娠したその時を漁師の妾の人2号3号もらったっていう話もあるんですけど、それは分からんです、はい、な感じなんですけど、まあいずれにしてもね、ラストが良くないですよね、この直江さんね。だから私ちょっと書きにくいなとは思ったんですよ、この人を主人公にすると。しかもこういうのはね、立派なプロの先生の本があるんだから、何も私の書いたこと言わなくてもいいので。で私忠家さんですよ、忠家はですね、お母さんは商家の娘ですので、大商売人のね、商い、うん、の手広くやってるところの娘ですので、大変豪快なんですよね、お母さんが、うん、まあ何かその一人家付き娘みたいな感じなんで、うん、でまあ大変よく実直ないい男なんですけど、忠家というのは。でですね、まあ結局直家も裏切りが続いたんですけど、あまりにも裏切るんですよ。織田方が来て、で織田方に願えるんだけど、で今度毛利の方が優遇するなってくると、さっと毛利に願えって、また今度織田がすごいことになって、秀吉がこっち来ると、またさっと秀吉の方についたりとか、非常にこれが激しくて、毛利方にも織田方にもすごい不評を買ってる男で、織田信長なんかは秀吉が来た時に、またこれ直家が裏切って秀吉からついたんですよ、東北地方の。したら織田信長が怒って、秀吉にあんな二枚心っていうか、舌が二枚あるようなやつのことを信用するなって、お前あんなのは絶対許すなって、もう滅ぼしてしまえって、うん、あんなのとは組んなって、絶対に組んだらダメだって言って、信長が怒ったぐらいな、
そういう人間なんで、この粉を言えば、相当評判悪いんですよ。で、毛利の方も全然この男信用できないんですよ。いつ女性が毛利に悪くなったらすぐに裏切って向こうの先方で一番先頭になって攻めてくるような、そういう人間なんで、この男。まあ皆さんもしよかったらね、浮田直家読んでください。で、ちなみに息子の方は一番長い時に会いましたけど、80以上、当時84か5かな、当時としては超高齢、今で言うと110歳、120歳ぐらいまで、島ののんびりとしたリラックスな風景で生きて、孫もできて、この また島の女の人と結婚して娘もできました。はい、ではまた皆さん次回お会いしましょう。